こんにちは。こんにちは。すいません。さっき一回目見たよっていう人たちいます？ちらほら。ちらほらいますね。じゃあこの後の展開わかりますね。はい、大丈夫ですね。じゃあ2回目から見始めた人が結構多いので盛り上げていきたいと思います。はい、現在時刻1:56分ですね。あと4分あります、展示まで。その間にさっきですね、このテントから出てくる前に犬の小屋見てみたら犬が疲れて寝てました。本当です。これもうこうやって寝てたんですよ。犬たちを目を覚ますためにも練習としてちょっとやってもらいたいことがあるんですよね。はい、2つあります、やってほしいこと。1つ目については皆さん拍手をお願いしますと展示中言われます。その時に大きな拍手をお願いします。はい、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、で、2つ目についてはこの赤、緑、黄色のボックスの中に人を隠したい、まあ、うちの隊員が隠れるんですけど、その隠れる箱を選んでもらうという場面が来ます。はい、そので、皆さんにははーいと、はい、ここに隠れてというのではーいと手を挙げてほしいです。じゃあまず一つ目の拍手の練習やっていきましょうか。皆さん準備は OK ですか？OK ですか？ そうですね。はい、いきましょう。じゃあ拍手お願いしますと言いますので拍手してくださいね。でかい拍手をお願いしますね。それではいきます。拍手をお願いします。もっともっと、もっともっと。 OK です。ありがとうございます。続いてどのボックスがいいか選んでくれる人って僕が言うので元気よく、ちょっとごめんなさいね。元気よく、はい、元気よく言わせてください。すいません、マイクない状態ででかい声出したら喉がやられちゃいそうなのでマイクつけさせていただきます。はいとでかい声で言ってください。よろしいですか？大人、大人、恥ずかしがんなよ。子供たちは準備できてるぞ。 OK ですか？肩大丈夫ですか？回さなくて。はい、じゃあ行きますよ。皆さん準備 OK ですね。どの 箱に隠れたら、すみませんね、僕が準備できてなかったですね、すいません。じゃあどの箱か選んでくれる人、はい、大人たち OK です。最高のオーディエンス。それでは59分となったのでこの後展示される警備犬訓練展示お楽しみください。それじゃあ、皆様こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ただいまから第2回目の警備犬訓練展示を行いたいと思います。第2回目も第1回目に引き続きたくさんのたくさんの方がご来場くださり、また期待のこもった熱い声を感じ、今緊張してきました。さっきでほぐれたんですけど、ここに立った瞬間ちょっと緊張をしてきました。それでは最初に簡単ではありますが私たちの仕事について説明をさせていただきます。航空自衛隊と一括りに言っても様々な職種があり、私たちの職種は警備というものになります。警備という職種は主に基地の警戒、基地を出入りする人の監視を行い、基地に対するあらゆる不法行為から基地を守るという仕事になります。
その警備という職種の中で私たちは警備犬係として警備犬を管理運用し、犬の優れた嗅覚や警戒心を活用した警備を行っています。それでは今回警備犬訓練展示を行うハンドラーを紹介します。ハンドラーとは警備犬を取り扱う人のことを言います。向かって左から谷口二層、久保三層、清水三層、ナレーションを私上原三層が務めます。よろしくお願いします。展示を行っていく前に注意事項があります。注意事項3つありますので皆様しっかり聞いてください。1つ目、皆様の前に黄色のチェーンが貼られていると思います。このチェーンに触る、足をかけるという行為はボールが倒れる危険性がありますのでおやめください。2つ目、これから警備犬が早速出てきますが、大きな声を出す、警備犬の名前を訓練中に呼ぶ、急な動作、手を振る、立ち上がる、走り回る等は警備犬訓練展示の妨げになりますのでおやめください。3つ目、ありがたいことに第2回目も警備犬訓練展示にたくさんの人が来てくださっています。前の方で観覧される方はできるだけしゃがんでいただいて、後ろの方も観覧できるようにご協力の方よろしくお願いします。ちょっとしばちが湿っている可能性がありますので、そちら気をつけてしゃがんでいただいて、後ろの方も見えるように協力をよろしくお願いします。また小さなお子様もたくさんご来場いただいております。小さなお子様ができるだけ前の方で観覧できるように、こちらもご協力の方よろしくお願いします。それでは最後に、私たちは通常人の前で訓練を行うことがありません。不慣れなこともありますので、温かく見守っていただければ幸いです。先ほど久保三層が練習してくれました拍手と大きな声を出す、はーいという、それはもう私たちにとっても警備犬にとってももちろん大きな活力になりますので、ぜひすごい、かわいい、何でもいいので感情が揺さぶられた方は大きな拍手をよろしくお願いします。それでは早速訓練展示に入っていきたいと思います。まずは服従訓練をお見せしたいと思います。実施者の紹介をします。実施者は先ほど紹介しました3名のうちの2名、谷口二層、ジェシー号、清水三層、銀太号ペアになります。拍手をお願いします。ありがとうございます。服従訓練とは、ハンドラーと警備犬の信頼関係を構築し、警備犬がハンドラーに対する服従心を養う訓練です。これは全ての警備犬訓練の基礎となるもので、とても重要な訓練です。第1回目の警備犬訓練展示で疲れて、先ほどまでテントの中で眠ってしまっていた警備犬なんで、皆様すごいと思ったらぜひ拍手の方をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速やっていきます。まずは脚側行進です。警備犬は常にハンドラーを意識し、ハンドラーから離れることなく左側を歩きます。歩く方向が変わっても離れることなく横を歩きます。看護、ゆっくり歩きます。ゆっくり歩くと警備犬はよりハンドラーを意識していないとすぐに離れていってしまいます。速歩、走ります。ペースが速くなると犬はテンションが上がってしまいます。ハンドラーは警備犬のテンションをうまくコントロールして訓練をしていきます。以上で脚側行進を終わります。拍手をお願いします。
次は更新中の姿勢変換をお見せします。ハンドラーは警備犬と一緒に歩いている途中で姿勢変換を指示します。まずは更新中の定座、座らせます。このようにハンドラーの指示があれば次の指示があるまでこの姿勢で待ち続けます。それではハンドラーの夫に呼び込みたいと思います。はい、はい、これは証拠といってほいの指示でハンドラーの正面で待つように訓練をしています。続いて更新中の副が伏せをお見せします。この姿勢は長時間待たせる時などに使用します。それでは証拠を実施します。はいはい、続いて更新中の立志、立って待たせます。この姿勢は犬が動いてしまいやすいのですが、動かないように待たせます。それでは引き続き遠隔による姿勢変換をお見せします。ハンドラーはこのように警備犬から離れた位置で姿勢変換を指示していきます。まずはテーザー、座らせます。続いて服が伏せさせます。最後に立志、その場で立たせます。しっかり姿勢変換できました。拍手をお願いします。このように訓練が終わるとそれぞれの犬や好きなボールやおもちゃを使ってたくさん遊びます。これは訓練が楽しいものだというイメージをつけて、この人の言うことを聞くと褒められる、遊べる、楽しいと思ってもらって、毎日訓練を積み重ね、綺麗な姿勢に続けていくことで遊ぶようにやっています。それでは引き続き服従訓練の応用をお見せしたいと思います。先ほどお見せした服従訓練、通常服従訓練というのは動作、声、座れというような動作と声を活用して行います。ですがこれから動作、声、片方ずつで行う服従訓練をお見せしたいと思います。動作のみで行うのは谷口2走とジェシー号、声のみで行うのは清水3走と銀太号ペアになります。この2つのペアの違いに注目をしてみてください。それでは先に動作のみで行う谷口2走とジェシー号が始めて、それに引き続き声のみで行う清水3走と銀太号が実施していきます。まずは更新中のテーザー、このように動作のみで座りました。続いて銀太号は座れ、声だけで座りました。続いて証拠を実施します。動作のみで前について座りました。声だけで正面で座りました。 ありがとうございます。続いて副がです。動作のみで伏せました。声だけで伏せました。証拠を実施します。
動作で前で座りました。座りました。続いて銀太子、はい、声のみで座りました。ありがとうございます。最後に立志です。動作のみでその場に立っています。声のみでその場で立っています。それでは引き続き遠隔による水変換を行います。まずは手座です。動作のみで座りました。声で座りました。続いて腹座です。動作で伏せました、はい、声で伏せました。続いて立志です。動作で立ちました。声で立ちました。見事でできました。拍手をお願いします。このように動作声別々でも実施することができます。以上で服従訓練を終わりたいと思います。もう一度展示してくれた谷口2層ジェシー号、そして清水3層銀太子に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。皆様、今服従訓練を実施した2等の警備犬銀太子とジェシー号ですが、犬種が違うなと気づかれた方もいるかと思います。こちらの銀太子は警察犬や警備犬でよく運用されているジャーマンシェパードという犬種なのですが、代わってジェシー号、シェパードの中のベルジアンシェパードドッグマリノア、通称マリノアと呼ばれる犬種になります。シェパードよりも少し小柄で足が長く、全体的にスラッとした印象があり、ジャーマンシェパードよりも少し警戒心が強いという特徴を持っています。中でも特徴的なのがブラックマスクと呼ばれているもので、見ての通り顔が黒くなっています。これマリノアの特徴で、マリノアは全て顔が黒くなっています。皆さん見えますか？顔黒いですね。目がどこにあるかも分かりません。目はここです。ではまたジェシー号が出てくる訓練ありますので、今説明した違い、向こうの方とか見えなくて気づかなかった、まだ見えなかった等々あると思うので、もしまたジェシー号が出てくる訓練、そちらで違いに注目して見てもらえればなと思います。それでは続いて爆発物探知訓練というものを行いたいと思います。いつの間にか皆さんの前に5つの怪しいケースが並べられています。この中の一つに爆発物の匂いを模したものを隠し、警備犬の鋭い嗅覚を使って見つけてもらおうと思います。それでは早速隠したいと思いますが、私が決めてもいいんですけど、私が決めるとテントで打ち合わせしたんじゃないかと思う方もいると思います。なので皆さんに決めてもらいたいと思います。ということは、先ほど練習したのが成果が発揮できると思います。私が聞きますので、大きな声で挙手をお願いします。一番声の大きかった元気のある人に当てたいと思いますので、皆さん良いはよろしいでしょうか。隠す場所を決めてくださる方いらっしゃいますか？手を挙げてください。大きな声でお願いします。あ、隠す場所を決める子が決まったようです。どこがいいですか？隠す場所決まったようです。今久保山荘がいるこちらに隠したいと思います。では今から久保山荘に上に掲
上げてもらいたいと思います。こちら今隠すもの、こちらが爆発物の匂いがついたものというものになります。こちらですね、今右手で掲げているこの白いものが爆発物の匂いがついたものになります。こちらを選んでもらったケースに隠します。中にちゃんと入ってますね。種も仕掛けもございません。この白いものを隠して鍵をしっかりかけて見えないようになっています。ちゃんと確認してくださいね皆さん。見えないですね、見えないですね。ではこちらに置きました。皆さん場所を覚えておいてください。あれ、こちらに隠しました皆さん場所は覚えておいてください。それでは早速捜索してもらうハンドラーと警備犬に登場してもらいたいと思います。先ほど服従訓練を行った清水山荘と銀太郎ペアです。拍手をお願いします。ありがとうございます。皆さんは先ほど覚えてもらった匂いが入ったケースに銀太郎が近づいた時の動きに注目をしてみてください。銀太郎が見つけた時はハンドラーに座って教えてくれます。それでは捜索開始。ちょっと自信がなさそうです。警備犬に帰れ欲しい場所というのを指を指して指名します。お、皆さん合ってますかちょっと難しそうですね。人がいっぱいいる中で爆発物探知訓練やるのは先ほどの1回目が久しぶりなのでとても緊張しているようです。ハンドラーは嗅いでほしいところを指を指して警備犬を誘導していきます。誘導していきます。あ、自信を持って座りました。見事発見できました。拍手をお願いします。見事発見できたのでおもちゃをもらってたくさん遊んでもらいます。みんなの前で緊張してたのか金太郎最初はちょっと自信なさそうでしたが2回目はみんなに選んでもらったケースの前で自信を持って座ることができました。それでは今隠したケースはもう匂いがついてしまっているので新しいケースをまた用意して5つの数は変わらずもう一度実施したいと思います。それでは皆さん用意はいいですか。隠す場所を決めてもらいたいと思います。まだですよ。隠す場所を決めてくれる方いらっしゃいますか。手を挙げてください。大きな声で、はい、お願いします。場所が決まったようです。今久保山荘が行った場所は合ってますか。こちら合ってますか。丸をお願いします。あ、いい丸ですね。ではこちらに決まりました。こちらに隠したいと思います。皆さん場所を覚えておいてください。では先ほどと同じ爆発物の匂いを模したものを中に入れてしっかりと、あ、入ってますね。皆さん確認をお願いします。白いの入ってますね。ではちょっとこちら側の方に聞きたいんですけど、後ろに今テントの後ろに犬と人出てますか。清水山荘と銀太郎いますね。ちゃんと隠す場所見てないので皆さん証明してくださいありがとうございます。今テントの後ろに銀太郎と清水山荘いらっしゃいますので絶対に見ていません。こちらに今久保山荘がいる場所に隠しました。こちらです。覚えておいてください。
それではこちらのいる方が証明してくださった通り、テントの裏から清水山荘と銀太郷にもう一度会場内に登場してもらいたいと思います。清水山荘、銀太郷、もう一度よろしくお願いします。ありがとうございます。拍手お願いします。ありがとうございます。それでは捜索開始。銀太郎、大丈夫かな。お、見事発見しました。拍手をお願いします。以上で爆発物探知訓練を終わります。実施してくれた清水山荘と銀太郎にもう一度大きな拍手をお願いします。銀太郎すごいですね。鼻を使って爆発物を見つけていたと思います。犬の嗅覚というのは人間の数千倍から数億倍と言われています。この鼻の良さというのは人が感じる匂いの何倍も強烈に感じるというものではなく、人の感じることのできる匂いが何倍も薄くなっても感じ取ることができるという意味になります。また先ほどの爆発物探知訓練で使用した爆発物の匂いを模したもの、久保山荘が上に掲げていた白いものというのは数種類あるうちのたった一つになります。警備犬にたくさんの種類の匂いを覚えさせて、あらゆる施設や車両から爆発物を探し出すのですが、だいたい1頭の警備犬で5種類から数十種類の匂いを覚えることができます。それでは引き続き人員捜索訓練をお見せしたいと思います。人員捜索とは警備犬が空気中に浮遊している人の匂いを嗅ぎつけ、人のいる場所を特定するというものになります。警備としては不審者等を捜索し、災害現場では要救助者を捜索するものになります。この展示場の中に私から向かって左から赤色、真ん中に緑色で、右側に黄色の箱があるのが皆さんも見えると思います。今からこの中に人に隠れてもらって警備犬に見つけてもらいたいと思います。こちらも先ほどの爆発物探知訓練同様、隠れるところを私が指定すると、またテントの中で打ち合わせして、最初あの色に隠れるからと口裏を合わせていると思われる方もいると思うので、皆様に決めてもらいたいと思います。準備はよろしいですか。決めてくださる方挙手をして大きな声ではーいとお願いします。はーい、ありがとうございます。大きい声のところに行きますよ。大きい声の人に行きます。シーの酸素が向かいます。あ、迷ってます。誰にしようか迷ってますよ。アピールしてください。決まりました。あら、決まってないです、決まってないです。アピールしてください。アピール、アピール。決まりました。それでは隠れるボックスの色が決まったようです。こちらに隠れたいと思います。今清水酸素が前にいるこの色のボックスに隠れます。皆さんしっかり清水酸素が隠れるところを見ていてください。中に入りました。ちゃんと扉も閉めました。さあ、それでは早速捜索してくれるハンドラーと警備犬に登場してもらいたいと思います。ハンドラー久保酸素、警備犬アミゴーです。アミゴが人を見つけたときは吠えてハンドラーに教えてくれます。アミゴの鼻の使い方や動きに注目をしてみてください。それでは捜索開始。捜索開始。
見事一発で愛ちゃん清水さん騒動を見つけることができました。会場にたくさん人がいる中で箱の中にいる清水さん騒動をしっかり発見することができました。いいね、グッドゴーライズ。ありがとうございます。それではもう一度実施したいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。隠れる場所を決めてくださる方は大きな声で手を挙げてください。あ、また清水さん迷ってますよ。大きい声の人のところに行きます。アピールが足りませんよ。みんなアピールしてください。アピールしてください。もっともっと迷ってます、迷ってます。あ、こっちが大きいみたいですよ。こっちが大きいありがとうございます。隠れるボックスの色が決まったようです。今清水さんがいるここのボックスに隠れたいと思います。しっかり箱の中に入って扉を閉めました。ではもう一度こちらの皆さんに協力をお願いします。今テントの裏に久保さん、外アミゴいますか。テントいますか。見てないですね。あ、いますね。ありがとうございます。ちゃんと隠れるとこ見てないのをこちらの方は証明してくださいました。ありがとうございます。それではテントの裏から久保さん、外アミゴにもう一度登場していただきたいと思います。皆さんはもちろん声で何色って言っちゃうとバレちゃうんで内緒でお願いします。ちゃんと聞こえちゃうんで、久保さん、そう、アミゴよろしくお願いします。じゃあ頑張ろう。あ、拍手が、あ、拍手がなかったようです。ありがとうございます。座れ、それでは捜索開始。そしてこちらからもあちらからも黄色だよ赤だよという声が聞こえましたが、ちゃんと緑色の中にいる清水山荘を見つけることができました。実施した久保山荘とアミゴにもう一度大きな拍手をお願いします。そして隠れてくれた清水山荘にももう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。あ、バイバイしてます。アミちゃんが優秀だね。先ほどの爆発物探知訓練、銀太郎はハンドラーにどうやって教えてたか覚えてますか。そうです、座って、そうです、そう、ありがとうございます。座って教えてくれていました。ですが今のアミちゃん吠えて教えてくれてましたね。吠えて教えてくれていました。この違い何かと言いますと、爆発物探知訓練で吠えて教えてしまうと、吠えた時の振動によって爆発物が爆発をしてしまう可能性があります。なので静かに座って教えるように訓練をしています。代わって今の人員捜索訓練、アミゴが座って教えてしまうと人がここにいるというのをハンドラーが見えない位置にいた場合分かりません。また吠えることによって不審者等を足止めする役割を果たし、また災害現場では発見した要救助者に励ましの声となるため吠えてハンドラーに教えるように訓練をしている。それでこの座ってと吠えての違いがあります。
それでは訓練展示最後になります。最後は警戒訓練をお見せします。警戒とは警備犬の優れた警戒心を利用したもので、ハンドラーと警備犬が一緒の任務に就くことを言います。ちょっとこの会場に不審者を用意することができなかったので、不審者役として助手に久保山荘に登場してもらいたいと思います。今回は不審者と思って久保山荘を見てください。それでは警戒訓練を行う実施者の紹介をします。ハンドラー谷口二曹、警備犬ジェシー号です。あ、拍手をお願いします。ありがとうございます。早速警戒訓練実施していきたいと思います。まずは方向をお見せします。ハンドラーは不審者等に対して吠えるように指示をします。このようにハンドラーの指示によって警備犬を吠えさせます。ハンドラーの指示でやめました。拍手をお願いします。ありがとうございます。続いて候補襲撃をお見せします。凶器を持った不審者等に対して警備犬を使用して制圧するものになります。今から皆さんシャッターチャンスがありますよ。皆さんジェシー号が噛みつきます。警備犬は一度噛みつくと次のハンドラーの指示があるまで噛み続けます。どんなに揺さぶられても、どんなに振り回されても絶対に離すことはありません。というのは警備犬の狩猟本能という本能を活用した訓練で、犬がとても興奮状態になりますが、ハンドラーはどんな状況でも指示を聞かせなければなりません。それでは最後に護送をお見せします。不審者を連行する際、警備犬を不審者の横につけて警戒させます。不審者がこちらの指示に従っていれば横について警戒をしているだけです。ですがもし不審者が逃走を図ろうとした場合や、こちらに危害を加えようとしてきた場合は、ハンドラーの指示なく不審者に噛みついて行動を抑止します。この時もどんなに振り回されても、回されたとしてもハンドラーの指示があるまで噛み続けます。以上で警戒訓練を終わります。実施した谷口二曹、ジェシー号、そして助手の久保山荘に盛大な拍手をお願いします。それではこれにて第2回目の警備犬訓練展示を終わります。お知らせです。第1回目同様、この後オレンジ色のネットと黄色のチェーンの間を警備犬がお散歩をします。
この時も約15分間警備犬がお散歩をしますので、ぜひシャッターチャンスとして写真をお撮りください。そのお散歩に際しまして注意点が3つあります。1つ目、チェーンより中には絶対に入らないでください。また手を出す、身を乗り出す、警備犬に触る等の行為は危険ですのでおやめください。先ほどの警戒訓練見たと思います。絶対この1番は守るようによろしくお願いします。2つ目、警備犬とても可愛いです。可愛いのは分かるんですけど、ご飯やおやつ等は与えないようによろしくお願いします。あの子たちもう朝いっぱいいっぱい食べてます。皆さんが美味しいものを持ってたら行きます。でも朝ちゃんと食べてるんです。なんでご飯やおやつ等は与えないようによろしくお願いします。では3つ目、先ほど警戒訓練、服従訓練を実施したジェシー号なのですが、ジェシー号、ちょっと説明した通りジャーマンシェパードより少し警戒心が強い犬種となっております。ジェシー号が回るのはこちらの右手側、私から向かって右手側になるんですけど、ジェシー号は特に気をつけてください。チェーンより前には入らない、あとは手を出さない、身を乗り出さない等のことは絶対にお守りください。よろしくお願いいたします。それではこの3つの注意点を守っていただいて、約15分間のお散歩タイム、皆さん楽しんでください。このお散歩をしている間、質問等がある方はぜひ隊員にお声掛けをよろしくお願いいたします。警備犬の走る警備犬のお話はもちろんのこと、自衛隊の話、警備の話、何でも答えられる範囲でお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は警備犬訓練展示に足を運んでいただき誠にありがとうございました。この約15分間のお散歩タイムを含め、もうしばらく警備犬訓練展示の方をお楽しみください。ありがとうございました。私からちょっと連絡をします。私から向かって右側を谷口に相当ジェシー号が回ります。私から向かって正面、こちらを久保さん相当アミ号が回ります。私から向かって左側のこの2名、清水さん相当銀太号が回ります。それぞれの警備犬、それぞれの隊員にお声掛けいただきたい方はこちらをぜひ覚えておいて、その場所に移動をよろしくお願いします。その際足元とお気をつけて移動の方よろしくお願いいたします。食べ物とか水とか、こんなことなんですよ。